水野義太郎、水野義太郎12月18日から1947年2月14日は、日本の政治家、弁護士、衆議院議員、高知弁護士会長、続籍は、高知県平民。1874年12月、高知県上郡深村に生まれる、水野玄米の長男。1899年に、和仏法律学校法律科を卒業し、 判事検事登用試験及び弁護士試験に合格する。1900年に高知県で弁護士を開業するも、北海道に移住する。しかし、北海道での新聞事業の失敗、財木省との争いなどで大連にわたる。その後、高知県に帰郷し、1920年、第14回衆議院議員総選挙に出馬し、当選する。また、高知弁護士会長。 声優会高知県支部長などを歴任した。1947年2月14日に死去、74歳。1909年の伊藤博文暗殺事件で、安重根の主任弁護人を務める。水野は安に敬意を払っており、彼の行動を明治維新の指示と比べるという大胆な弁論を展開した。有罪判決が出ると安は内容が不服であると控訴したが、 判決が覆ることはまずないことを知っていた水野が、朝鮮の志士が死を恐れるため抗争をしたと思われるのは、侵害でないかと悟したところ、案は抗争を取り下げたという。また、板垣大輔旧邸宅を旧丹田の海南学校跡地に移し、県政の祖という記念碑を建立している。高知県上郡深村。ありがとうございます。